はい、今日も始まりました。ザ・ノイジーズです。どうもよろしくお願いします。はい、今回は私、パッキー小林と、ハリー・キャラハンでーす。大ちゃんです。よろしくお願いします。泣けるぜ。泣けるぜ。私、アリスっていうの、アリスって呼んで、なんか、ああいう吹き替えでしょ、なんか。もうクリントイーストウッドの「あ」って目があれが嫌です。ということですね、今日はですね、ザ・ノイジーズ名作劇場と銘打ちまし て、はい、まあ、名前をつけてるだけなんですが、まあ、我々の世代の思い出の映画をね、昔の映画を語っていこうという作品で、今回ですね、1971年のドン・シーゲル監督、クリント・イーストウッド主演の、ダーティー・ハリーについて語っていきたいと思います。よろしくお願いします。ダッピーハリー。誰やはり。本当に未だにこのダーティーハリーってもう50年以上前の作品ですけど、今でも作られる作品の中に、このダーティーハリーの中で描かれた刑事物としての、まあ、なんだろうな、お約束、ルール、公式、演出としての公式的なものは、今作られてる映画でもちょっと残ってるぐらい。だからまあ、その前にもまあ、なんかちょっと、ギャングもんだったりあったり、まあいろいろ、なんかそういうの、こういう刑事もんとか、まあそういう取り締まるものってやっててますけど、まあ多分まあ、私の生きてるこの時間の中で、ダーティーハリーがまず、ここでルールっていうか、お約束を作ってもらって、それが未だに、なんか出たり入ったりを繰り返しながら、ちょっと、未だに影響を与えてるような。まあ、本当に刑事映画は、ダーティーハリーからちょっと始まってるなっていうことも、まあ、そんな感じで言ってもいいかなっていうような作品の名作でございます。で、まあ、こちらはね、まあ、71年から何年にかけてはまあ、見てる、連続で見るだけで、どんどんですね、ハリー・キャラハンが老け具合が激しくなってきますんで、長い時間をかけて、全部で5作品、こちらシリーズ、作られました。1、2、3、4、5。はい。で、必でず、まあ、刑事もんですも、からね、凶悪犯とか、サイコキラーとか、レイプ犯とかですね、社会のクどもですよね。マグナム銃でどんどん、これはやっつけていくというような、話になってます。はい。あんまり今言葉気をつけなきゃいけない。かえってこの伏せ字にすることでかえって、表現きつくなるんだけどね。いや、まあ、いいんじゃないですか。クソ野郎をぶっ殺すおまわりさんの話ですよ、だから。ねえ、逮捕じゃなくて、でっかい銃で撃ってくれる人の話ですよ、だから。これは44マグナム、世界一最強の銃だ。なんかね。パンクって言うんでしょ？なんか大ちゃんも。試してみるか、つって。いやー、いいねー。もう必ずね、男だったらこうなんか、Go ahead, make my Make day! なん my かね。day. で まあ。も、どっちですか、パッキーさん。やっぱり山田康夫さんの吹き替えでしょ、あそこだって。みんなその Go ahead, make my day って言うけど、なんか、俺はほら、もう、ワン、ツーに限ってはもう吹き替えして最初ですから、スリーでやっと劇場で弟と一緒に見て、スリー、フォー、ファイブは、まあ、見ましたけど、だけど、泣けるぜ、もう何も、みんななんか俺、だから、まあ、言っ吹きていいです替えか？だだっよて、ね。まあ、でも、まあ、クリントイーストウッドの声知らなかったもん、知だっらない。て、もう山田康夫さんの声でしかね。もう俺だけどね、まあ、もう大ちゃん分かってると思うけど、だけど山田康夫さんの吹き替えじゃなくて、俺、アンディ・ロビソンの方のサソリにしか感情移入してないからさ、なんか。まあ、パッキーさんどっ焦ちげかって言っ焦げた焦げよ。こう、歌えって、もっと焦焦げ焦げげよってよ。なんか、お家へ帰りたいよ、このことが来やーって。おめでとう、会長みんな来るしよなんか言ったら、もう本当にね、もう今でも、もう正直言って、まあ、ワウワウとかですね、ペイチャンネルでしかちょっと放送できないことを平気で言ってるんだよ、この機会はなんかね。いやだって、そもそもですよ、犯人の像、俺は気違いだから捕まんねえんだよって、なんか、その、
あれあれもだからその前々から思ってたけど、やっぱコブラもそうでしたけど、アウトですよね。精神異常者だからすぐ釈放されんだよって平気で言うじゃないですか、だってあれ。まあね、一作目がね、まあ特にね、まあ、まあ、ドンシゲルの中でもこれがもう代表作って言っていいよね、多分ね。なんかみんなが知ってるって意味で。やっぱ、あとね、他にも面白い作品あるけど、やっぱちょっとこれにはちょっとかなわないよね、知名度とかね、そこら辺では。まあもちろん、だって好きな作品はそれぞれ変わってくるけど。一個前の、何ですか、あの、マンハッタン息子でしたっけ、だから。だからあれにしたって結局、みんなだって、まあ俺はもちろん後から見てますから、ねえ、ダーティハリの後に見てますから、あれですけど、なんか、やっぱり、どうなんですかね、なんかイーストウッドやったんじゃないですか、途中からっていうぐらい、なんかその、一緒にやってる感じがしましたけどね、ダーティハリ自体も。大人になって見るとね、後々の。なんかあれだよね。コメンタリーだと、飛び降り自殺しようとする人を止めるところがイーストウッドがなんか演出したみたいな、ね。ああ、そうなんだ。コメンタリーの方だとね。まあ、途中でいろいろと意見を取り入れながらやってたんじゃないの、結構仲良かったみたいだから。自殺を止めるおまわりさんだって、あれで定番になっちゃったでしょ。そうそうそう、だってみんなやるじゃないですか、その刑事もんってね、ほんとね。だから、まあ、俺たちの世代で言うと分かりやすくて、まあ、リーソル・ウェポンの一作目、うん、とかね、刑事ジョー、ママにお手上げでもやってましたよ。とか、あとあれ、陣内さんと柳葉さんとあの人の君を、瞳を逮捕する、君の、何でしたっけ、あれでも、工藤静香が飛び降りるのみんなで止めてましたよ。俺とデートしようっつって止めてましたよ。まあ本当にちょっとね、まあ今でもあれだけど、まあ、なんか知らないうちに、なんか多分ダーティーハリネタがちょこちょこ入ったりするのはね、あると思うからね。なんかキャラクター説明するときのあれだったりとか。まあ、リーサル・エボンはその中でもかなりあれだよね。ダーティーハリーの設定をちょっと、なんか少しいただいてる感じはするよね。もちろんダーティーハリーのやってるハリー・キャラハンの方は、どっちか静かに狂ってるっていうか、なんかおかしくなってるんだけど、まあ、リーサ・レイポンの方は、まあ本当にちょっともう精神的に一作目のやられちゃってる感じで、で、のね、後付け設定があるけど、まあ一応奥さんも事故で亡くなってみたいな、なるけど、まあ危険な男、まあ、だって、いや、まあ何回も、ね、この前もやりましたからあれですけど、あ、怒っちゃった。これもね、これもだから、そうですからね。まんまですからね、これね。だってね。まんまだけど、誰もこれがダーティーハリーだなんて思ってないですからね。まあ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 、まあ。もうそれ自体がね、ちょっと、なんかもう、なんだっけ、あれ、忘れちゃった、狭間道夫さんがやってたダーティーハリーのギャグのドラマ、動くなよ、弾が外れるからって。俺がハマーじゃない、マイクハマーじゃなくて何でしたっけ。そう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 、ハマー、マイクハマー。そう、俺がハマーだから。されるんだよね、またね。ね、そうですよね。まあちょっとコブラは今となったらちょっとそっちの方のちょっとないそういうね。その時はもちろん真面目にね、かっこいいって感じで作ってる。まあとにかく、まあ1,2,3,4,5それぞれね、まあ、もちろんシリーズもの宿命としてだんだんとカーブ的にはこうやってぐーんと下がっていくんだけど、まあまあ本当にやっぱ一作目はやっぱり本当にイーストウッドの名前が本当にスターにダムに押し上げた作品だし、やっぱ5作品の中でもやっぱりちょっと2とかね、結構派手めな話になってきて、アクションとしては面白いんだけど、まあ、やっぱりこれもさっきのね、ちょっとこれ、ジョーズとこれの回がどっちが先にアップするのかわかんないけど、いやー、やっぱね、ジジイになると、ダーティハリー一作目だね。いや、お話としてはもう本当に一作目、だって、結局ね、まあ言ってもほら、ずっと、同じことをずっとやりますからね、なんか、その相棒のことしかりもそうですけど、まあだからその悪党がね、うまくだから、捕まんないとか、上司が言うこと聞いてくんないとか、もうずっとワンからに出来上がったフォーマットずっとやるだけですからね、だからね。だからそれは、やっぱりあれは、お話としても一番面白いしね、ワンがね。
まあ、サソリっていうね、アンディ・ロビンソンがやってる、殺人鬼も、うん、俺が大好きな松田聖子の野獣しぶしに通じるか、肩を並べるぐらいやばい、キャラクターなんだからね。もうこれ完全にこの作品でアンディ・ロビンソンはちょっと頭がおかしい人っていう感じで、ヘルレイザーも何をしてくれるかドキドキしたら、ただのいいお父さんだったっていうのがね、一作目に関しては。いや、だから、あの人出ると絶対人殺すぞってみんな思ったわけでしょ。もうだって、あの人にはさらさらそんな気がなくても、だって。すごいいい人らしいよ、ね、そうそう、ね、本当にね。だから、だから本当映画を見てると、まあ、精神がね、ちょっとおかしくなってるって言わなくても、薬やってんのかな、みたいな感じだからね。いや、じゃあ、そういう役だからやってくれって頼まれてやってる。本当にアンディ・ロビンソンがやってるスコルピオのサソリは、本当に凄まじい顔するからね、なんかね、本当に。だって、鼻の絆創膏だってどっちですか？チャイナタウンのジャック・ニコルソン？あれと、アンディ・ロビンソンの鼻絆創膏、どっち？だからみんなやったじゃないですか、鼻絆創膏も、七回みたいな役の時って、だから。なんかあれもな、そうだよな、定番って言え、あれも定番でしたね、なんか、ね。またね、これこそ本当に、もう俺はダーティーハリーは吹き替え版原理主義者なんで、もうこれごめんなさい、名前ちょっとご存じないですけど、もう本当に、サソリの吹き替えがもう最高なんで、なんかね、銃をこうやってサブマシンが撃ってるとか、嬉しい、へへへとかなんか笑うんだけど、これがもうやばいんだよね。あの方、何でしたっけ、あれブレードランナーのハリソン・フォードの吹き替えってあの人だっけ、あ、違う。ごめんなさい。いや、本当にこれね、吹き替えはちょっと俺も久しぶり見たけど、いや、もう名吹き替えだね。もうハリー・キャラーにね、一回ちょっと捕まって、で、あと証拠不十分とか、あと、違法な、捕まえ、逮捕の仕方したってことですぐ釈放されるんだけど、明らかにやってるの分かるんだけど、もうその後付け狙われるからってね、俺が大好きな黒人の殴り屋さんにやってくれて、この黒、ぐーって赤い、わざと怒らせるとこうやって、ボコボコにされてさ、なんか、黒人の殴り屋に、こいつはおまけだ！バーンって蹴られて、うわーって。で、その後、ハリーを、がやったことにしこってね、彼の立場を危うくするためにさ、病院で、その時も取材されるんだけど、なんか、ハリーだ、ハリーがやったんだ、とか、なんか、本当にさ、サンフランシスコで、まあ、今、山の丘の上にある十字架なのかな、今でもある。そうですね、そうですね。あそこのところにね、ハリーキャラーがこうやって、少女を誘拐して、助けたかったら金をって言っても、なんかさ、本当に、なんか、急げや、急げとか、なんか、電話でやったりとか、まだだ、気絶するなとか、なんかもうね、あれは、ちょっとやばいよな、あの機械はね、ほんとね。目出し棒もね、ジャックナイフで足を刺された後、なんか、叫ぶ顔とかね、これは吹き替えじゃないけどさ。あんなすごい顔、見たことないからね、ほんとに。うん、目と鼻と口しか見えてないんだけど、顔が見えるってなんかね、あれね。これだって、ね、だからどっちが、まあ、ね、お互い狂ってるってことなんでしょうけど、あれもね。だからなんか、もう、やっぱりダメだよ、ああいうのも、今、本当に。すごいよ、本当に、まあ、まあ、そうは言っても、まあ、この当時は本当にね、これ、なんだっけ、まあ、映画化された、なんだっけ、タイトル忘れちゃった。ゾディアック。テキサスタワーのやつじゃなくて。スコルピオはゾディアックの方の、あの事件の方の元なんだよね。カート・ラッセルがやった、テキサスタワーの連続、乱射のあれのがモデルなんでしょ両方が。この当時としては怖かったと思うんだけどね。うん、まあ、だけど、まあ、俺は幸せなことに、俺がいた、これ子供の頃見た時は、そんなことなんて。まあ、起きてたかもしれないけど、あんまり感じないでね。もう、だから、本当に、やりすぎて笑ってしまうキャラクターとしてなんかね、これは、本当に、サソリは。もう、これと、ね、何度も言うけど、野獣スペシャルの銀行強盗シーンはよく真似したから、中学校の時はね。だから、好きすぎるんですよ。好きすぎるんですよ。スクールバスをジャックしてさ、立橋の上にこうやってハリーが立ってる時の、サソリがこうやって、なんか髪をかき上げながら、あいつ、なんでいるんだ、あいつって顔がね、本当にね。
いやもう、でもあの辺もなんか抜けてるっちゃ抜けてんすよね。まあね、想像つくんじゃねえの、そことかって思うんですけど。絶対でお前のこと追っかけてくるのあいつしかいねえじゃんとかって思って。でもさ、本当にさ、これはね、珍しく字幕で見たんですよ。特に一作目とか。またさ、さっきの上手じゃないけど、年を取ったね、なんか前ってさ、本当にさっき大ちゃんが言ったけど、まあ市長は別として、うん、まあ自分の直属の署の署長と、その上上司、結構なんかもうこいつらもう何にもしねえくせにみたいな、敵対関係みたいな感じでちょっと思ったんだけど、なんかさ、もう久しぶりにこの年になってみたら、なんだろう、見え方が変わってきちゃって、ハリー・キャラハンのことは本当に疎ましいと思ってるんだけど、もう、なんだろう、まあ凶悪犯罪もサンフランシスコで起きてるっていうこともあるんだろうけど、なんだろう、なんだかんだ言って、俺たちの一番責任、なんだろう、ダーティーハリーって自分、人がやりたくない仕事をやって、汚い仕事をやってるんだみたいな感じで、なんか嫌がる仕事をやってるみたいな感じで俺昔思ったんだけど、なんかこの年に見たら、責任を持ちたくない仕事をやらされるんだな、ハリーは、と思っちゃって、なんか、だから、そういう意味で、なんか、所長も意外に結構、なんか、まあ、所長は比較的前もあれなんだけど、なんか、結構ハリーのこと買ってるし、ちょっと嫌な顔するその上の上司も、なんか、今回見たら 3D ちょっとまた出てくるよな、ね、2だっけ ?2、3 でもう一回出てくるんだっけ、ちょっと所長じゃなくてその上の人ってなんか。これでしょ?あ、だから本部長、本部長でしたっけ?なんかさ、まあ、3見たから余計思うんだけど、なんか、うんうん、こいつ迷惑し、なんかもうクレームが来て本当に扱いづらいやつなんだけど、なんか、事件を解決するためにはこいつが必要だし、責任を俺が取りたくないっていう意味で、なんか共存関係なんだな、みたいな感じで、なんか、なんか。いなきゃ困るんですよ。だから、休暇して休めってすぐ言うんですよね。だから、お前必要な時しか来てくれるなって言いたいわけでしょ、やっぱり。だから本当にやりたくない汚らしい仕事っていうのが、責任の話なんだ、みたいなところで。で、ハリーは本当に何だろう。あえて口悪いし、なんかちょっと差別的なことも言って、なんか、マッチョなキャラクターだみたいな、ね、結構嫌ってる人がいたじゃん、この当時。ダーティーハリーの。ハリーキャラハンゾーってなんかさ。だけど、意外にこうやってこの時代に見てると、口は悪いけど、一番法律も守ってるし、命令聞かないだけなんだよ、なんかね。ハリーキャラなんて。いや、だから、2の時にね、あなたと同じことやってんですよって、白バイ警官のあいつが言うけど、一緒すんな、つって。当時はね、一緒だろうって思う、仲間思ってたけど、いや、一応ね、俺はもう法律に背いたやつしか殺してねえって言いたいわけですからね、だからね。だって俺はの中で、パッと見も同じようにこうやってなんか処刑、リンチみたいなことしてるかもしれないけど、もう見れば誰でも分かるようなことしか俺はやってないみたいなことが、なんかね、ちょっと本当に今年だ、そうか、なんか、まあ、あと吹き替え版とテレビ版の、テレビ版の時は俺の、だから俺はダーティーハリーだって言われるのが、テレビだとカットしちゃってるから、なんだっけ、お不潔ハリーのとこは。飛び降りのところで、吹き替え版は、だから俺ダーティーハリーだって言われるんだけど、まあ、もともとあれなんだよ。なんか、捕まえ、犯人かなと思って覗いたら、デバガメ野郎とか言って、なんか、だからダーティーハリーだみたいな感じでやるんだけど、なんか、なかなかちょっと見え方が本当に、50過ぎて変わったよ、なんかね。あ、この人たちって、なんか反目してるようで、結構、お互い必要なんだな、みたいな感じね。いなきゃ困るんですよ、結局ね。そうそうそう、だから責任取れたくないからやってほしいし、なんかやばかったらこいつのせいにしちゃうわけだし、だけどハリーはハリーでやっぱ本当にあの人罪とか犯罪に憎んでるから、だから法律は守るけれど旗から見えないだけですごく守ってるし、であとなんか一作目もう 2からさ、もうスーパーマンになっちゃうじゃん、やっぱハリーキャラハンって、なんかさハリーキャラハン像もなんか、まあ、大体相棒が大体怪我して引退するか死んじゃうかっていうのがハリーキャランってシリーズやってくって、大体それがルールとかお約束になったんだけどさ、まあ、チコは描かれた中ではちゃんと生き残った相棒になるのかな。そうですね。大怪我してもやめますっつって。あ、じゃあ、そうか、しょうがねえなって言って、ねえ。ねえ、まあ、結局俺一人だよっていう、寂しいシーンになりますけど。なんかなんだろう。まあ、昔は、なんか、ローンウルフのかっこいいヒーローみたいな感じで、本当に50過ぎ見たら、なんか、まともな犯罪を憎んで、まともなことをしてるんだけど、本当にダーティーハリーって、
寂しいなぁ、みたいな、なんか、なんだろう、まともな人間はもう家庭が崩壊したりとか、もうチコもなんか家庭崩壊寸前じゃないですか、なんかちょっとセリフで言ってる限りではなんか。し、あと、2、3になってくると、なんかそういう、なんか、もう俺たちがもう正義なんだからやっていいんだって変な人が出たりとか、なんか、途中で頭おかしくなってしまったような人もキャラクターは後々出てくるじゃないか。だから家庭が崩壊したりとか精神が崩壊するんだけど、ハリー・キャラハンだけは一人だけ、ね、なんかわかんないけど、性に合ってるんだみたいな感じで、一人だけ本当に、そう、おかしな、本当に異常者じゃないんだけど、異常な人みたいな感じの。いや、結局俺しかいねえみたいに、なんつうんですか、あれ、まあ、意識的じゃない、その演出上そうやってやってるんだろうけど、みんなだから相棒が死んじゃうとかいなくなっちゃうとかね、やめちゃうっていうのもそうだし、3で、ほら、2で出てきた太ったおじさんが、3で冒頭だけ相棒になるじゃないですそうか。ね。うん。女の人が出てくる前に。あ、やっで、ぱまあ、同じ人なんだ。ああ、なんか、そうそう。で、役が一緒かどうか別ですけど、役者さん一緒の形出てますよね。で、あの人がほら、死んじゃうじゃないですか。で、ハリー、すまねえ、すまねえ、つって。で、あれもなんか英語だとちゃんと俺いねえとダメだろ、みたいな言ってね。だから、最後、あなたに言いたいことがあるのって奥さんが言ってて、したら、ハリー来た途端に吹き返して、すまねえ、ごめん、つって。あれもなんか、なんかさ、2もさ、家庭崩壊とかしてて、で、奥さんがちょっと、なんで私に手出さないの？み白たいなのが バイ2警だった官。り、なんかさ、シリーズ通してたから、まあ、1でそういう雰囲気あるんだけど、2とか3ぐらいまで見てると、なんかそれで1作目変えると、ハリー・キャラハンだっけ、本当におかしい人っていうのは、なんでこんな仕事をずっとやってられるの？みたいな感じになってるんだよね。だ本当にそこら辺が、なんか見る、2、3まで進むと1のハリーのキャラのなんか寂しい、チコがちょっと結構、なんかまた戻ってこいよって珍しく言う人じゃん、なんかあれ。まあ、なんかね、3の時の女性の相棒も結構なんかすごく仲がいい感じは、なんか意外にうまい合うな、みたいな感じあるんだけど、本当に1がさ、なんかそこまで進んなくて、寂しいな、一切、なんか本当ハいリーや、キャラだから、なんて思う。1の時に、一応あれ、セリフで言ってんのかな？だから、奥さん出てったっていうのを、セリフで言ってて、これで、あれ、一って奥さん死んでんだよね、事故でね。死んでんでしたっけ？出うん、死てんっでるたじ死ゃんなくでて、る。死んでるんでしたっいや、け？事故でそ死れんでるってで、なんか言った。3で、奥さんの写真見るんでしたっけ？ 4 でしたっけ？なんかあっだた。から、なんか、あの時初めて、なんか奥さんの、なんですか？面影みたいなの出すじゃないですか。だから、ああ、この人って、結局一人だな、ってだからですね。そう、だから、他の人も一人になるのが嫌で、やめてったり、まあ、死んじゃったりもあるけど、結局、ハリーだけはもう一人、結局、この仕事やってる以上は家族も持てないし、友達もできないってことを、なんだろうなっていう、あの寂しい感じが、どん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 、まあ、フォー、ぐらいに行くとちょっとまたあれですけど、ただ、ね、あのアルバート・ポップウェルでいいんでしたっけ？ね、ポンビキとかの役で出てくるあの人が相棒で出てきて、でもあれだって結局殺されちゃうし、で、まあその犯人っての人もすごい寂しいっていうか悲しい犯人じゃないですか、もうって。だから、なんか、後味悪いけど、だそういうのを踏まえると、まあ正直言って2以降は、まあ人によると思うんだけど、まあなんか1の本当にチコとなんか別れね、ちょっとじゃあなって言った後、なんか奥さんとこうやって階段降りてくところは、なんかいいよね、本当にさ。まともな、一番刑事としてはまともなのに、人としてはこの人って、なんか頭がおかしい人なんだっていうのがね、そのなんかこんなことやってられるってこと自体が。まあ、あの仕事はだからそれじゃないと務まんないっていうことを描きたいんでしょうけど、ただ、だから全然なんか言われた、なんかその法を無視して、なんかこう、なんかレーガンじゃないけど、なんかこうやってマッチョイズムだって言うけど、全然そうじゃないなぁ、みたいなのを見ると、今見るとね、一番まともなことやってるのが仕事としてね、一番人間としておかしい人みたいな感じでちょっと、なんかね、ちょっとなんかそこで少し、やだな、年取るの、と思って、なんか、物の見方が寂しくなって。
ほいで、その、ねえ、ハリーはハリーもそうだけど、その、いじめてた上司にまで感情移入したくなるから嫌なんですよね。ほんとに。あいつらはあいつらで、いや、お前頼むよってことじゃないですか、だって。いやいや、わかるけどさ、わかるけど、本音で生きたらダメじゃんって、だってそら。あのね、組織なんだからって、ねうん。よっぽどひどいキャラクターじゃない限り、結構、上手もそうだけど、これもね、なんかちょっと、なんか憎めなくなってきたね。なんか、と思って。もう時代が変わっちゃったから、なかなかね、今、昔みたいになこうやって、アンタッチャブルみたいなこうやって、なんか俺たちが正義だからみたいなことできなくなっちゃってるから、時代的にね。悪党だから何してもいいっていう時代でもないしさ。いや、そこら辺がね、なんか、いや、それで、で、一応立場上、お前何もすんなよって言うけど、俺がやるしかないじゃんってことなんだよね、ハリーから言うと。もうあんな、もう目の前に明らかに悪党がいるんだから、俺がやるしかないよね。だから、バッチを最後捨てるのは本当にあれしかないんだよ、だからね。あれは。もう彼が血腹しかないっていう、今度の事件に関しては。だすごい、たまたまさ、ちょっと、実家に帰って、そこでペイチャンネル、のところで、ブルース・リーのさ、怒りの鉄拳だっけ、製氷場の、なんかやつ。ああ、はいはいはい。なんかあれも最後さ、悪党をバカーってやっつけた後に、もう本当に仲間たち殺しやがってって最後さ、やった後に、もう血まみれになってる悪党のところで覆いかぶさるようなこうやって、息をぜいぜい言いながらカメラが引くんだけど、ダーティー・ハリーの最後もそうなんだけど、本当に正義かかった後のこの虚しい感じやの、70年代の。本当最後も寂しいよね。だからその、爽快感ないっすからね、だって本当に。そう、ダーティアリーっていうか全部ないじゃないですか、その、うん、まあ、強いて言えば5はあるのかな、わかんないけど、うんまあ。2も比較的ね、なんか単純なアクションっぽい感じになってるから、うん、なんかね、ちょっと決め台詞やって悪党が、やられたみたいな感じでやるけど。うん、でもそうは言っても、あれもほら、結局同僚殺してるわけじゃないですか、あれだって。言ってみればですけど、うん、その、だからなんか、なんか、いつも寂しい終わりだよな、とかって思って。だいね、ちょっとだからさっきの、責任を取るのが嫌だからハリーなんだってなると、本当に1って、必然的にああなるし、昔はね、なんで2やりやがってと思ったんだけど、なんかさ、いやー、寂しいな、これ、と思って。もう本人も、やりたくねえけど、俺しかないし、まあ、だけど、ここまでやっちゃったらこういうことだよね、みたいな、なんか、さすがにかばえないだろ、今後の事件は、みたいなさ、なんか、命令も明らかに無視しちゃってるしさ。やってくれるやつが、他にいねえから、俺がやってる感じ、ね。そうそう。だから、俺ね、だから、ダーティアリーもそうだけど、チャーリーシーンでやったルーキー、うん。ずいぶん経ってからやりましたけど、あれがだから、すげえなんか続編っぽく感じたんですよ。あれは、もうダーティアリーシリーズ入れていいんだよ。そうそう。だから、あれが本当に、バトンタッチするっていう話に見えたんですよね、なんかすごく。だから実際、ギャグも、なんか意識したギャグもあるからね。なんか、イーストウッドが堅物の、だから自動車盗難専門の部署にいるんだっけ。で、最初に銃構えるとオートの拳銃やって、あれみたいな、なんか、俺たちのせいで言うと、あれオート使ってるんだ、イーストウッドかみたいなのが。だけど、ちゃんと最後は、ラウル・ジュリアンだっけ、最後ね。ラウル・ジュリアン。あれ、ペンダントで吊るしてる。そうです。あれ使って追い詰めてきたりとか、あと、なんかあれだよね。多分、ダーティーハリー3の時のギャグがちょっと ルーキーも多分あるんだよ。なんかね、チャーリーシーン書くとき、バッチ逆さまにしてるだろ、お前。はい。優秀って言うけどさ、みたいなこと。なんかあそこら辺ギャグとか。なんかそこら辺は、あれはダーティーハリー6なのかなんかわかんないけど、なんか言っても構わないよ、本当に。ルーキー。だから最後の女の子にもやりますからね、だからね。うん、最後の女の子出てきて、後ろに、何髪貼られてんの、こうやってベレッて剥がすとか、バッチが逆さまだよもやりますから、ね。そう、ね。すごいそこら辺は、すごい意識してるよね、あれね。で、あとは、なんか、思ったのは、見終わったのは、さっきの責任ですごい孤独だっていうことまで考えると、やっぱ、バーホベンのロボコップはダーティーハリーだったんだからね、あれね。M29 とか銃のガンレンジのところとか、あと、やっぱ法を遵守する。で、刑事として真っ当なことをすればする
はするほど人じゃないっていうところ、うんうんうん、だからこれは別に意識してるかどうかわかんないけど、ロボコップは本当にダーティーハリーのルールをちゃんと守ってるよなみたいな、なんか、うん、家族もいないしね、そう、家族もいないしね、で、あの本当に文字通り人じゃないじゃん、なんかロボコップって、まあ、一応人間とか、そこの発せめぎ合いもあるんだけど、なんかロボコップっていやよく作ってあるなと思って、なんか本当になんかダーティーハリーの進化系がロボコップだったんだみたいな感じで、だから必然的に正義を通そうとするそのあヒーローっていうとあれのに出来上がるんですかね、そうそう、もしかしたらね、なんかいいことは、あと警察官としてってことなんでしょうけど、そうでやれ、なんか真面目にやればやるほど浮いてくるっていうところとかね、うん、本当に、うん、あと、うん、なんかアンルイスとあのコンビ来るときもなんか、あ、なんかダーティハリー3っぽいな、うん、このコンビとかなんか思うと、なんかぶっちょうずらして無表情な人と女の人がこうやって横ついてって、まあもちろんロボコップの方はね、人間の時からもダーティハリーみたいな、こうもう結構やり手の感じが出したけど、うんうんうん、ああ、たまたまなのか、もしくは刑事門だからダーティハリーはやっぱ刑事門のバイブルだからって思ってやったのかもしれないと、いやー、なんかなんでこんな俺の世代が面白いと思うのかっていうと、あ、結構ダーティハリーとか刑事門ちゃんと研究してるんだろうなみたいな感じが、なんかちょっと、うん、だロボコップのワンはだから基本はだから全部入ってるんですよね、多分 ね。なんか思った、そういうことのね。ただもう本当その、それがロボットだったらっていうこと、そこなんでしょうね。そこは変わってるけど、確かに、ベロッと向いたらいい、うんうん、ハリー・キャラハンでも別にさ。まあね。まあね。あのね、あの気の利いた皮肉のギャグは言わないけど、まあ、で、あと人種差別については言わないけど、本当になんかもう無表情でこうやっても、人質とっても、まあ、結局、もう、ロボットだからより正確な射撃ができるけど、うんうん、子供のスコルピエが、なんかサソリがさ、子供出場ってもこうバーンって撃ったりとかさ、うん、まあ言ってみれば無茶なことやるようだからね、ロボコップがさ、うんうん、あーと思って、なんかいろいろと50になって、ようやくロボコップなんで面白いと思ったのか、そういうところもよくできてるな、みたいな感じで、なんか、感心したいね。まあ俺の勝手な妄想だけどね、これはね。うんうん、うん、全然そんな話なんて俺聞いたことないし、ダーティハリーすごいしっかり考えてるなんてことはね。うんうん、あとさ、なんか、俺、前のディスココマンドでもやった時に、DVD 化された時から、弾は冒頭の銀行強盗で6発撃ってるって話俺してるの覚えてる？ああ、はい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 、はい。あれさ、あ、今の俺もブルーレイ一回買って、大ちゃんが持ったその海外版のやつ一回売っ払っちゃったからさ、うん、まあ1000円ぐらいで売ってるから、ちょっとさ、ブルーレイ買ってもう一回見ようと思ってさ、見直したんだよ、そこの。そしたらさ、うん、俺前それを言ってるかどうか知んないけど、吹き替え版は5発で、うん、オリジナルが6発撃ってんだよね。ああ、音がってことでしょ。音がってことでしょ。うん、で、うん、DVD になってから、5発撃ったか6発撃ったか忘れちゃったって、決めゼリフ言って、そしたら、んって言って、カチって、実は、弾が出なかったみたいな、ふんふんみたいな感じで、それで、もともと俺の世代なんか5発しか撃ってないってのは知ってるから、うん、なんで6発撃ってるのに5発しか撃ってないんだよ、みたいなところの、古い親父の中の論争があって、うんうんうん、で、DVD 化されてから、もう6発全弾撃ち尽くしてるってことになってるのね、うん、なったじゃない、なんか。うん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 、で、ああ、VHS の時代しか、俺の、なんか前、それ調べたんだけど、俺自身でね、あ、うんうん、昔で言ったワーナーの VHS しか5発撃ってるバージョンってないんだよなと思ってさ、で、吹き替え見てたら、あれ吹き替えの方5発しか撃ってないよねみたいな。なんかで、だから吹き替えにしたときに考えたんじゃないですか。音が6発入っちゃってたから、5発にしないと、あのやりとりが成り立たないからっつって、うん、今出てる DVD はもう全部売ってるっていうことになってるから。ああ、そうなんだ。今、だから1発増えてるんですよ、オリジナルよりも、弾が、音が。へえ、へえ。だから6発全部打ち尽くしてるのね。オリジナルの音源の方は。だから、後で付け加えたんだけど、それは。だからこれですよね。そうそう。だから6発は全部売ってるから最後弾出ませんよっていうところでニコって笑うのギャグに、整合性取ってるんだけど、もともとは5発しか売ってないんだよ、うん、音は、うんうん。で、それでまだ1発残ってるのに、うん、なんで弾出ないんだみたいな話があったけど、なんか俺、あれと思って。これいつそうなったんだろうみたいな。まあ大ちゃん、あと絵画版見てみた後になんか5発から6発。はい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 、はい。VHS 版は必ず確実に5発なんだよ、売ってる。うん、で、DVD 化初になってから6発全部売ってるんだけど。
で、それずっとなんか言ってましたよね、うん、昔から。そうそう、それが俺がブルーレイに入ってると思ってなかったんだ、俺の記憶の中で。ああ、そっか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 。それで買ったら、山田芳生さんの吹き替えが入ってるんだ、5発だけ。で、オリジナルの英語の方が6発全部打ち尽くしてる。だから、オリジナルのダーティーハリーをより楽しみたい人は、日本語吹き替え版の方、このブルーレイのね。そっちの、だから、海外版ちょっとどうなってるか分かんないんだよね。その時からそうだったのか分かんない。大ちゃんが今持ってるやつ。はい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 。で、あと、6発、全部で6発、ハリー・キャランが持ってる銃は撃てるんだけど、うん、まあ、もともとは5発しか撃ってないのに、なんで1発撃たな、あの空撃ちっていうか、何も弾が出なかったのかって話も、ネットで見たら、うんうん、あの前はさ、なんか日本の警官が安全のために6発入るかで1発抜いてるからじゃないかみたいな感じだったけど、ネットで見たらようやくなんか納得がいく説明がちょっと1個見つけたんだかな、それは。だから、あの5発普通に撃つじゃない、で、あの最後生き残っ生きている銀行強盗に近づくときに、6発撃ち尽くしたらハンマー落ちてる、あ、ちょっとまあ銃久しぶりに出してきたこれね、これまあシングルアクションとダブル、あ、ダブルアクションでこうやって打つのと、行くのと、シングルアクションで1回手で起こして打つやつと、で、5発打ち尽くした後に近づいてる間に打つてないけど1回あのすぐ打てるようにハンマーをコックしたんじゃないかっていう話は一番説得力があったんだね。ああ、そういうことか。5発まで撃ちました、はいはい、でまだ1発撃てる状態、ダブルアクションでやれば、こうやって弾が出るだけど、そのハンマーが落ちきった状態で、銀行強盗に近づくときに安全のために、あれシングルアクションにした方がすぐ撃てるんで、ハンマーをコックしましたと、で、それで、あ、これ大丈夫だと、ハンマーを落とすで、試してみるかって言ったときに、その時にもう一回ハンマーを起こして、それで撃ったから空打ちになったっていう、なんか。だから、あの、シリンダーが回っちゃってるからってことですよね。これは、今まで俺が聞いた説明の中で一番納得がいく説明なんで、ね。なるほどね。5発しか撃ってないのになんで一発出なかったのかっていうことに関しては。すごいなと思ってみんないろいろ考えて、なんか。だからもう、入ってる、弾倉を送っちゃって出ないとこで叩いてるってことですよね。だからそれですぐ撃つようにシングルアクションにしたんだけど、あ、こいつもう反撃してこないなと下ろして、でそれで試してみるかって言った時にまた自分で、まああれだよね、起こしたからっていう、なんか、あ、もうそれで、あの、なんていうんですか、もう一回撃てばそうなるってことだね、あれもなんかポーカーとか あれからなんですか。まあでも西部劇なのかわかんないけど、俺持ってるぜって貼ったり聞かせるってことのあれなのかなと思ってたけど、まあでももしそのシリンダー空送りでしてるっていうのがあれだったら、まあだから最後に打つ前にもう一回ハンマーを起こして落としたんだったら、次はダブルアクションで打ってももう打ったところに行っちゃうから弾出ないと。そうですね、そうですね。だそれでなんかハリー・キャラハンが分かっててそれやったんじゃないかっていう、まあ勝手な想像だよね、そのウェブでネットに書いてて。まあただまああのすごいリアリストっていうか合理的な人だから、ハリー・キャラハンってキャラクターはね。マグナム使ってるのだって今みたいに十何発も出る銃使ってないから、あれでしょ、なんでそんな強力な銃持ってるんだって言ったら、一発で相手がもうくたばるから、そうですね。たぶん、その後反応してないからっていう、ね。そうそう。そういう理由でしょ、だから、そういう理由でしょ、単純に。そう考えると、この6発目が なぜ出たかったか説明は納得がいくよ、まあ、シングルアクションとダブルアクションの使い分けは確実にすると思うからね。もうあの、2で、もうかなり練習してるっていうシーンがあるからね、あれね、後々だけど。で強力な銃使うっていうのはもうみんな、あれですもん。あれでもやって、マットポリス80、80、あ、じゃあ何でしたっけあれでも、だから45口径のガバメント使うのは、もっと多弾倉の何、何 ?9 ミリ使えばいいのにって言ったら、いや、これだから一発で相手が止まるから使ってんだっつって、スリーピー言いますもんね、だってね。だから、
まあ、理由はそれでしょうね、だってね。まあね、まあ、リーサ・ルーポンでもね、なんか、お前、シックスシューターかよ、みたいな感じで、なんか、ダニー・グローバーとね、なんか、メル・ギブの話もあるけど、まあ、このあたりもすごい、なんか、ダーティー・ハリー、すごい意識してる感じだけど、まあ、だけど、6発しかないんだったら、確かに一発あたりはもう、ほぼ立ち上がれない銃使った方がいいよな、みたいな、なんかね。で、そのために扱いづらい銃を、ガンレンジって、まあ、2の後付けの説明だけど、あ、そりゃ練習するよな、射撃の練習はなんかね。あら、いろいろね、考えてはいったんでしょうけど、やっぱり、まあでもね、今となっちゃ古いって言われたらそれまでですけど、だけど、やっぱ、鉄砲にキャラクターがある、なんですか、映画はいいですよね、本当にね。いや、よかった、いいね、本当ね。まあ、本当はロボコップもそうじゃん、なんかやっぱ、MQ3I のね、オートナインもね。なんか、あれを売ってるとは、この銃売ってる人はこう、まあ、ダーティーハリー2もね、なんか、あれはコルトパイソンだっけ、死刑、相手の白バイ警官ね。白バイ警官ね、あれなんか、ドーベルマンデカもパクってな話があってんだからね、ケンジがなんか、施設警察を作って、なんか悪党を処刑してくみたいなのがね。だって、あれだって、ダーティハリー2はあれでしょ、ワイルドセブンのパクリでしょ、だから。俺たちの望月美希也先生を見たんですよ。絶対に。絶対に。だ本当に、まあ本当、ダーティハリー2まで本当に、あれだよね。結構ストイックっていうか、あと銃のキャラクターがね、本当ついてるよね。最後がね、あんな変な森を持ち出してくるのは本当ショックだよ、ファイブね。っていうか、だから、なんか徐々に鉄砲のイメージなくなっちゃうじゃないですか、まあね、なんか、あの、回を追うごとに。まあ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 、まあ。なんか、だから、ダーティーハリー4もさ、ダーティーハリーかって言うと微妙なんだよね。そうそうそう。あれは、なんか、イーストウッド主演の刑事映画みたいな感じなんだよね。うん、だからタイトロープとか、うん、まあ、恐怖のメロディーもそうですけど、あっちの感じなんですよね、だから。ね、なんか見てるとね。うん、なんか面白い、うん、あれ、まあ、比較的、うん、俺は1に次いで、今となっては4が面白いなと思ったんだけど、うん、話とドラマとしてはね。うん、ただ、ダーティーハリーかっていうと、うん、なんかどっちかというと、ルーキーの方がダーティーハリー4の方が合ってるんじゃないかって感じがするよね、なんか。やっぱりあの、女の人が復讐するっていうのと、あの、腐れ外道が殺されるのの爽快感ないじゃないですか、あれって全然。で、最後のあれでしょにしても、まあ、その、かっこいいけど、オートマグで出てくる、あれはかっこいいけど、だけど、なんかあれも、なんかね。あれもね、全体のドラマの中でちょっと違和感あるんだよね、ヒーロー登場みたいなところは。ね、それで、バーゴン、バーゴンって頭ね、ケーキをぶっ飛ばすけど、ええー、みたいな、なんか、なんだろう、ハリー・キャラハンがやる、こうやってバーゴンって言って、相手がぶっ飛ばれるのは、フォーに関してあんまり、なんか、すごい違和感があるんだよね、あれね。どっちかっていうと、普通のなんか38口径のリボルバーで撃ってくれた方が、なんかちょっと、あの映画っぽい感じなんだよ、なんかね。マグナムっていうよね。なんかちょっと、俺思ったんですけど、あの映画、っていうか、イーストウッドの映画って、なんかちょっと怖い時あるんじゃないですか、心理、題材が怖いっつうんじゃなくて、その、やってることは、別にそんなことやってるわけじゃないんだけど、マディソン軍の橋とか、うん、まあ自分で撮ってないですけど、人生の特等席でしたっけ、助手の助監督に撮らせた、イーストウッド自分で出てて、野球のスカウトマンやってるやつとかも、うん、なんかちょっと怖いんですよね、あの人の演出するとき、まあ、演出するときなのかな、なんかわかんないですけど。まあ、なんか悪魔の生贄のよう、なんか匂いがちょっとするね、俺は。なんか、ああいうちょっとなんか、焦った色のカラーで、なんか、なんだろう、死ぬ瞬間に、なんだろう、この、なんだっけ、赤と黄色のステンドグラスが、くるくるね、なんか回ってるような感じ。中に蛍光灯仕込まれたステンドグラスの明かりが壁に映ってるのをこうやって、ぐる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 回ってるのを見させられると、後ろになんかいるみたいな感じのイメージがちょっとあるんだね。なんかちょっと。なんか、あの人、ああいう怖いこと、怖い演出しますよね。なんかたまに、たまにとか自分で監督してる時の、
あれで癖なのか好きなのかわかんないですけど、なんか俺ね、ほんとマディソン軍の話って怖いんですよ、あれ。その、あの、その、なんか知んないですけど。なんかあれ、だから、その恋愛を描くときってなんか、ああいう、いや、まあ、うん、って言うけど、なんかこう、薄ら寒くなるあの感じがすごいするなぁと思って、ね。あんまりあれは、うん、そうか、まあ今度見直してみよう。なんか俺はさ、マジソングの橋見ると、マウスオブマットネスの橋みたいだなぁ、みたいな、なんか、そっちばっか思っちゃう、なんか思い出しちゃったんだけど。似てますけど、似てますけど、すぐ通り抜けんじゃないですか、サムニール。自転車でこうやって。そしたら変な風な街になっちゃうじゃん、なんか通り過ぎちゃったらさ。で、あれよくある橋なんでしょ、あまあね、多分ね。ああいうところ行くとね。まあね、まあね、ちょっとなくなっちゃってあれですけど、まあ、5作品やって、それぞれいろんな楽しみ方ができますんで、なんかね。まあ、特に5はね、もう、ダーティーハリーが好きだったから、好きになった人だったら、ぜひね、5まで見ていただいて。で、俺の年になると、うん、あの人も出てますから、5は。ね、いい子で言いませんけど、まあ、調べればすぐわかるんですけど、なかなかね、楽しいところがありますんで、あとね、ケンタッキーフライドムービーのあの人も出てますんだからね。そういうくくり、そういうくくり。あのアジア人ってあの人だよね。いや、だからそうですけど。まあそんなにね、しかもね、日本語吹き替えは石丸さんですからね、だって。まあ、そんな感じでね、いろんな楽しみ方が、はい、シリーズを作ってありますんで、はい、ぜひね、このダーティーハリー1から5まで、見ていただければと思います。はい。はい。はい、ということでね、このチャンネル、まあ、多分、まあ、かなり、最近、なかなか YouTuber って大変だなと思って頑張ってるんですが、なかなか登録者が、すいません、私の力足るぜ。あんまり増えてません。ですので、ぜひね、ここまで見てる方自体がほとんどいないと思いますが、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい。ということで、大ちゃんどうもありがとうございました。今日はダーティーハリーをご紹介しました。どうもありがとうございました。はい。コメンタリーじゃねえ、コメントも待ってます。ありがとうございます。